これからいただいたタケノコをお出汁につけまして、バター焼きにしたいと思います。このお出汁にはお酒、みりん、白だし、昆布つゆが入っております。30分ぐらい漬け込みたいと思います。これはバター焼きにしますので、大きいままでスライスしていきます。そしてこれをこちらの方に漬け込みます。こんな感じで漬け込んでおります。少し塩コショウを振っておきます。ブラックペッパーも振っておきます。そしてこれをまたよくひっくり返します。何遍かちょっと面倒ですが、ひっくり返すとこの作ったお出汁のタレがよく染み込むと思います。漬け汁につけていたタケノコです。もう30分ほど経ったので、お出汁の色を吸っていい色になったと思います。これをこれからバター焼きにしていきます。バターを入れます。焦がさないようにバターを広げます。そしてここにタケノコを並べていきたいと思います。タケノコをお出汁につけておりましたので、みりんとかお酒とか使っておりますので、すぐに焦げますので、ガスの火はごくごく弱火にしております。じっくりと焼きたいと思います。真ん中の方の火力の強いところがちょっと焼けてきましたので、返していきます。いい焼け具合かなとは思うのですが、もうほぼ全体に焼けてきたかなと思います。裏の方にも焦げ目がついてきましたので、ほぼこれで焼けたと思います。あとはこの漬けていた漬け汁をここにかけます。だし汁が煮詰まると完成です。まんべんなく漬け汁がいくように、時々こうやって漬け汁を回していきます。もうほぼ漬け汁もなくなりました。これで器に引き上げます。できましたので器に持っていきます。いい色にできたと思います。タケノコのバター焼き完成です。最後に青のりもふりかけ、風味良くなりました。おにぎりにはごまをふりかけております。ごま入りご飯になっております。お昼ご飯の一品になりました。美味しくいただきたいと思います。